はいどうも、翔平 TV です。本日はね、走れおいチャンネルくんと、撮影をしてるんですけども、先日、おいチャンネルくん、24歳の誕生日になりました。関西行った時に、誕生日プレゼントをあげられなかったんで、おいくんって実はピザーラが大好きなんですよ。会うたびピザ食いたいっすっていう話をしたんですけど、なかなかそこまで行かずにいたんですけど、今回はもう本当にサプライズということでピザーラ、しかも彼曰くモントレーっていう、まあピザの、まあ、種類がありまして、モントレーのカレー味の、ピザが好きということで、それを、まあ、M サイズ頼んで、今回はデリバリーをしてここに呼んで、持ってきてもらおうと思います。もうあと20分ぐらいで多分デリバリーが到着すると思うんで、そしたら電話来ると思うんで、電話来て取り行ってテッテレーとしたいなと思います。はい、撮影の合間はこうやって休憩したり SNS のチェックをしていろんな情報をね収集しております。 SNS の方も、アップしたりしておりますね。来た。もう昼ですね。一旦休憩で。そうね、何行くか。何でも。何でもいい？はい。そうか。サクッと行きましょう。オッケー。ちょうど12時。5分。だな。ちょっと待ってて。はい。いい。電話来たから、電話。ちょっと待ってて。はい。よし。はい、今ですね。今日、ツイッターで、自分ポケモン GO 最近やってるんですけど、フレンドを今日はツイッターで募集して、結構皆さん申請してくれたんで、だいぶ自分のこの視聴者の方からいただきました。午前中もちょっとやって、今やっぱギフトもらえるじゃないですか。あれちょっとね、動かなくてもね、ボールと星の砂、その辺ちょっとゲットできるんで、今フレンドを全部こう友達を増やしてやっていこうかなと思います。自分最初やった時にダウンロードすぐにしてやってたんですけど、半年ぐらいでやめちゃって、2年ぐらい期間が空いてたんですよ。でそっからもう一回今再開して、レベル今26なんですけど、結構周りがもう40レベルぐらいいってるんで、ちょっと今あれですね、巻き返しを図りたい。この2年間の間のブランクをね取り戻したいかなと思います。で今配信いつか分かんないですけど、海洋ガが出ててレイドバトルで、海洋ガを今捕まえたいんですけど、今1匹捕まえて色違いを捕まえたいですね。なんか色違いは噂によるとゲットしやすいというか、ほぼ確定みたいな感じなんで、レイドで海洋が倒して、あとはもう捕まえるだけみたいな感じなんですよね。今これで今日14人ぐらい友達申請してくれたんで、だいぶ増えましたね。もしこの中にフレンドしてくれた方いたらありがとうございます。結構見た感じみんな30レベルぐらいいってるんですよね。みんな32レベルとかですね。高いな。レイドとか行くともうガチ勢しかいなくて、みんなもう本当に38、39、40とかで、今40レベル以上ないらしいんですよ。でも40行ったら上限決まってて、最大決まってるらしいんですけど、40レベルめっちゃ多いですね。で海洋ガとか大体7人ぐらいで倒した時にも、その40レベルの人が引っ張ってくれて、まあ、自分ちょっと26なんでまだ全然なんですけど、やっぱ40レベルすごいなと思います。なんか話によると20レベルを超えると結構レベル上がりにくいみたいな、経験値もらえてもやっぱ伸びないみたいなことがあるらしいんで、はい、頑張っております。自分の友達結構40多いんですよね。とりあえずギフトで卵とか元気のかけらとかボールとかをもらいます。これだいぶ動かなくて、ね、楽っすね。もし今これ見てる人で、自分今友達募集してて、QR コードをツイッターで貼ってるんで、もしよかったらツイッターでチェックしてみてください。多分これが流されてる時でも結構多分すぐ上げると思うんで、はい、よろしくお願いします。これ最大って何人なんですかね、フレンドって。ストライクを今相棒にしてるんですけど、26レベルです。どこだ、これが26。40ってやばいですね、マジで。相当ゲットして動かないといけないですよね。遅いな。うん、遅いですね。そういえばあれですね、5000人行ったら翔平 TV からグローブプレゼント企画やるらしいんで、皆さんもうちょっと、今いくつか分かんないですけど、4000いくつか5000人サクッといきましょう。
はい、翔平 TV から、ピッチャー用のグローブ2万円ぐらいのやつを出すって言ってたんで、さっき聞いたら、やりましょう。遅いな、早くしてくれないかな。もう何をしてんだ。いやー、あ、いたいたいた。あ、何持ってんすか。ウヒーじゃねえな。ピザっすか。おめでとう、おいくん。おめでとう。おめでとう。 何のおめでとうっすか。誕生日おめでとう。誕生日。おいくんの好きなあのあれですよ、ピザですよ。おお、ピザーラ。あ、しかもあの味、何の味が好きだっけ。あのラインディッツですか。そう、カレーモントです。カレーモントでしょ。カレーモントです、これ。おまじっすか。自分が小2からずっとカレーモントで食ってるんですよ。そうそうそう、あの親が頼んでて。マジか。むしろそれ以外食ってないです。マジか、はい。カレーモント、これ配達ですよね。配達です。ここに呼びました。なるほど。結構ポカッとしてる。じゃあ早速ちょっと中身を開けていいですか。あっち行こう、あっち行こう。はい、今回ですね、翔平さんから昼飯をプレゼントされました。ピザーラのカレーモントレの M ですか。そうです。はい、じゃあ自分もこれ、ま、もうほぼ毎回これなんですよ。皆さんにもこのね、味を見てほしいですね。味を見てほしい。はい、行きます。はい、ちょっと開いてたな、令和みたいになってたな。はい、こんな感じです。すげえ。これやばくないですか。めっちゃやばそうやん。なんでこれ、カメラ、何カメラ。ハプニング発生です。ハプニング、まあ、そんなこともあるんですけど、とりあえず、いただきいいですか。じゃあ、はい、いいっすよ。いただきましょう。いいっすよ。これね、 M 結構でかくない。でかいですね。意外と大きいよ。いただきます。どうぞ。出来たて。誕生日なんで結構前ですよ。はい、いただきます。どうぞ。うん、どうすかどうすかどうすか、うん、どうすかどうすかどうすか、うん、あの、さすがの味。さすがの味。さすがの味ですね。ちょっと俺もいただいていいですか。あ、どうぞ。いいですか、うん、あ、うまっ。カレー味、これめっちゃうまくないですか。うまいし、しかもあのこの耳の部分チーズにあの変更してたんで。ああ、なるほど。トッピングじゃなくてあの、うん、実現できてなかったんで、うん、まあ、たまにはしようかなと。うん、いや、さすがの味だな。うん、美味しい、うん、まあ、はい、というわけで今回は走れ大井チャンネルの大井くんの誕生日祝いとしてピザーラをプレゼントするという動画でした。ありがとうございます。大井くん誕生日おめでとうと思った方は、はい、チャンネル登録とボタンをよろしくお願いします。はい、お願いします。途中で話したようにあの企画がありますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。途中で喋ってると思うんですけど、はい、そこをカットされてなかったら多分そのままなんで、行きましょう。皆さん頑張りましょう。なんか無茶ぶりしたべ、絶対、はい、大丈夫、絶対無茶ぶりしたべ、やばいべ。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでフォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。